友近のサタデーミュージックボックス。夏になるとね、やっぱその夏ソングというのが聴きたくなるし、特に車乗ってる時にね。で、いろんなフェスで会えそうで会えない。で、千恵子さんのフェスにもぜひ来ていただきたい。でも、なかなかタイミングがみたいなのでね、いつも話に上がってた方がいらっしゃるんですけど、それが杉山清隆さんなんですけどね。沖縄で結構ライブとかもされてるみたいでね。で、私の知り合いの人が見に行って、やっぱすごかった、よかったって言って。で、私も生で歌声聞きたいな、なんていうふうに思ってたので、今日もラジオはね、言ってもかけ放題なので。杉山清隆&オメガトライブで二人の夏物語聞いてください。どうぞ。さあではこちら行きましょう。何でもベスト5。使うと年寄り認定される昭和言葉ということで、いやー、それが昭和言葉なんかっていう感じで、私はもうびっくりしてる。最近も使ってることはたくさんあるんですけどもね。はい、じゃあ行きましょう。第5位、チャンネルを回す。まあまあね。これはもう言ってる最中に気づくんですけどね。ああ、チャンネル回すはもう言えへんやろな、とかね。うん。でもまあこれはたまにやっぱ言っちゃいますね。チャンネルを回す。チャンネル回したらどこでも出てるなっていうのはやっぱ言うもんね。ああ、言う言う。やっぱ言うわ、これは。はい。第4位。よっこい小一。うん。これもあえて言うってことやね。第3位。当たり前だのクラッカー。これもあえて言うやつや。うん。第2位。アベック。うん。これもまあ、カップルやな。うん、アベックっていうのは、うん、もう古い言葉っていうのは分かってますから、あざとくなっても嫌やから。でも思わず使っちゃうっていうのにアベックはもう私はないかもしれない。うん。第1位、ナウイ。まあね、これはまあもう古いの、もうベタな言い方ですけどもね。思わず言ってしまうってなんやろな。でも私あれは本当に言っちゃうのよ。そのおかまっていう言葉があかんとかって言うじゃないですか。言うていいとこと悪いところがあるよね。あの境目がよくわかんないですけど、あとまあお姉っていうのはね、よく皆さん使うんですけど、おかまって言うとあかんのやなってなったら、お姉っていう言葉が出てこないんですよ、私。そうなるともういつもミスターレディって言っちゃうんですよ。そのミスターレディっていうのがちょっともう死語っぽいみたいですね。あとその前にニューハーフっていうのがありますよね。だからミスターレディ、ニューハーフ、おかま、おねえなのかな。だからそこを使うと、あ、古いなって言われますね。あとは何でしょうか。まあでもベストのことやっぱ直帰って思わず言っちゃうよね。あとハンガーのエモンかけも出てこない時たまにあんのよ、エモンかけって。あと私ね、これはね、もうほんと冗談じゃなくて、あのネックレスっていうのが出てこなくて、首飾りっていうのよ、いつも首飾り。これもどうも古いみたいですね。あとは、おしめ。おしめももう古いらしいですね。今何でしたっけ？おむつ、おむつですわ。はい。おしめはちょっと古いって言われました。あと、上車も古いんだよね。今はベビーカーですわ。まあ服なんかもうね、私もネタにしてますけど、もうズボンでしょ？あれをみんなもパンツ。ネタ今、なんかボトムスとか言うんでしょ？ボトックスと間違えるわ。ボトムス。で、セットアップね。上下を揃えること、セットアップ。あと上は、トップス。そう。上に着るものをトップスね。で、上に引っ掛けるもの。私は引っ掛けるものって言う、絶対。上に引っ掛けるもの取ってっていう。それをアウターって言うねんな。なんじゃ、それは知りませんよ。まだでもそれが基本らしいけど、もっとなんかややこしいのあるよね。あとまあ、タンクトップとか中に入れるの、インナーね。あとまあ、スパッツはやっぱりスパッツって言うわ。それレギンスとかもう一つなんか言い方あるみたいだけど、ちょっと忘れたけど。それをもう当たり前のように皆さんが使ってるのがね、どうかしてるわって思うんですけどもね。やっぱり知らん間に昭和の言葉はずっと使ってますよ。その方が通じるし。周りに。はい。では、久々にちょっと千恵子さん早くバトンタッチしてあげましょうかね。はい。じゃあ千恵子さんお願いします。どんまいちえこのよっこいしょラジオ。はい、どんまいちえこのよっこいしょラジオでございます。確かにあの古い言葉というか、古いと思ってないから、こっちは。うん、それで使ってて、あのちえこさん古いとか言われるけど、え、なんでって思うけど、でもちえこは結構新しいものとか好きだから、流行りのものとかもすごく追っかけるの好きだし、お笑いだってもうすごい好きだよ。あの何、ラッスンが折れないってやってんじゃん。
うん、流行ってるやつとかさ、あと何だったっけ、ギャグとかあるじゃん、いろいろみんなね、安心してよーなんていうやつとかも、だからそういうお笑いはすごく大好きなわけ。あの自分のコンサートにもよく取り入れてるしね。うん、あと何かな、みんな名前とかでよくギャグ言うじゃんか、角野卓造だよーとかさ、あと宮迫だよーとかみんなよく言ってんじゃん。ああいうのも千恵子よくコンサートにも千恵子だよとかって言うわけよ。うん、だから笑いの人にはすごく見て勉強させてもらってます。ではもう千恵子と言ったら最近心理テストみたいなのになってるから、なってる、うん、やりたいと思います。いきますよ。あなたの家の庭には一本の大きな木があります。ある冬の寒い夜、雪が降りました。その大きな木にはどれくらい雪が積もってますか、だって。 A、 これ選択問題ね。 A、 ところどころ少し積もった。 B、 積もらなかった。 C、 全体に厚く積もった。 D、 埋もれて見えなくなるくらい積もった。うん、大きな木に雪が降ったのはどれくらい積もったかって。そうね、千恵子はところどころかな。A、 ところどころ、うん、 A、 いくよもう一遍。 A はところどころ積もった、 B は積もらなかった、 C は全体に厚く積もった、 D は埋もれて見えなくなるぐらい積もった。千恵子は A です。この問題ではあなたの露出欲求度を知ることができます。まず A を選んだあなた、露出度は 80%。 結構出すじゃん。自分をさらけ出したい、素の自分を見てほしいという思いが溜まっています。あ、これはあるかもしれない。千恵子は嘘が嫌いだからね。うん、だから素の自分をさらけ出すっていうのをモットーですよ。 B を選んだあなた、積もらなかったを選んだあなた、露出欲求度 99%。 本性を隠す気がない目立ちたがり屋。うん、積もらなかった、もう全部出しちゃうよっていう。はい。 C、全体に厚く積もった。C を選んだあなた、露出欲求度は 35%。 盛り上げるときは盛り上げる、静かにする場合ではおとなしくバランスを取れる人。うん、空気が読める人ってことね。 D、 埋もれて見えなくなっちゃった選んだ方、露出欲求度が 0%。 秘密主義で自分の殻に閉じこもっている状態。なるほど。白川郷とか行くとさ、空吹き屋根のとこ全部曇ってるから、そういうことでしょ。そうなんだ。千恵子は D かなとも思ったんだけど、うん、まあ A にしとこうと思って。ね、まあ逆だよね、これね。まあそういうことで心理テストですから。こういう結果が出ました。よろしくどうぞ。はい。では、今月の一曲聴いていただきましょう。今月の一曲は、松坂由紀ちゃんの愛のかけらです。はい、オープニングでね、友近ちゃんがコンサートとかフェスの宣伝してくれたんだけどね、今後もまだまだ実は待ち構えております、いろんなイベントが。そして今年はね、あのまだ発表はできないんだけど、ディナーショーの方もね、今までで一番多い、いろんなとこを回ると思うんで、またこのラジオでも告知させていただきたいと思いますので、皆さんぜひ来ていただきたいと思います。そして今まで共演したいなと思ってた方とね、ほんとこういう夏のフェスとか誰かが開催してる別のコンサートでジョインできるってこともあるみたいなんでね、そちらの方も楽しみです。やっぱ北海道になかなか行く機会がないからさ、今回9月17日と18日、うん、皆さんあの楽しみにしておいてくださいね。そして高橋陽子ちゃんとまた久々にジョインができる8月25日の、音玉、これは神奈川県の三浦海岸ね。暑い中ね、外でちょっとやるのかな、これはね。ちょっと環境がよくわかんないんだけど、でも持ち時間がもう一組30分とか40分とか1時間とか、いろいろ与えてもらえるみたいなんで、じゃあ陽子ちゃんとジョインしたいわということで叶ったのでね。こちらぜひ、あの、ソロの歌もあるし、二人のジョインもあるしということで、ぜひ見に来ていただきたいと思います。そして宗像フェスだよ、これ豪華でしょ。久保田俊信ちゃんとか大黒摩季ちゃんとかさ、司会がね、なんかこれホリプロちゃんが絡んでんのかな、司会がね、2日間連続あって、1日目は鈴木亮平くん、そして2日目がスピードワゴンちゃんがやるみたいで、チェックはスピードワゴンちゃんの方なのかな、これ。うん、ぜひ皆さん見に来ていただきたいと思います。福岡は暑いからね、こういう本当にフェスにも力入れてるし。そしてウエストギガティックシティランド、これはもう
初めて第1回目のね、イベントなんだって。だから力入れてますからね、なんていうことで。で、千恵子、コンサートでもお世話になった京都大阪さんとかが、これ入ってるからさ、千恵子さんぜひ、なんて言ってくださって、もう嬉しくってさ、もう千恵子も、やっぱり浴衣も何着も持ってるから、お着物で行くとちょっと暑いからさ、夏仕様でね、皆さんと盛り上がりたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい。では、千恵子の抱いてフラフラ聞いてもらいましょうかね。やっぱりシュンレイちゃんとは今年この歌で推していきたいなと思ってますので、今後また歌番組とかにシュンレイちゃんと出ると思うんで、ぜひ皆さん覚えていただきたいなと思います。それではシュンレイちゃん&千恵子で抱いてフラフラです。どうぞ。はい、千恵子さんどうもありがとうございましたね。ミュージックステーションに出てから、あとはなかなか二人が歌うところの映像とか見てないんですけどもね。でもテレビ出演が今後もちらほらあるみたいですよ、春麗ちゃんと。はい、あとね、千恵子さんがね、もうこれ多分今この7月29日の現時点ではもう解禁になってると思うんですけども、 FNS の夏の歌祭りにも出るみたいですよ。なんと郷ひろみさんと千恵子さんがジョインするらしいですよ。だって TBS のね、あの音楽の日7月15日の平安神宮でも歌ってましたしね、香西かおりさんと無言坂、いや玉木宏さんの歌でされーなーの曲は、はい、まさか千恵子さんの歌声を平安神宮で聴けると思ってませんでした。今年は千恵子さんちょっと暑いですね。はい、皆さんで応援してあげましょう。というわけで皆さんのメッセージもお待ちしておりますので、お寄せください。ではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。